どうもこんにちは。証券会社出身トレーダーの和樹です。今回は FX で月5万円稼げるようになった時のきっかけをお話ししてみたいと思います。勝率ではなく損傷利大を意識する。損失は長期的に勝ち続けるために必要な経費である。これを意識してください。勝率重視のトレードはチキン利食いにつながりやすいものです。勝ってる人は逆です。コツコツ損切りをして利益をしっかりと伸ばす。つまりコツコツと損失を受け入れるためのポイントは損切りが必要経費だと割り切ることにあります。とはいえ、僕も昔は勝率を上げようと薄利でも利確する。もっと稼ぐにはエントリー回数を上げるしかないと、明確なエントリー根拠もなく入っていましたから、損失を切るに切れない。反転を祈り、ロスカットを何度も繰り返す。養分トレーダーでした。この動画では、このような悩みを解決する2つの考え方についてお話をしていきます。1つは損傷利大という考え方について、もう1つは損失を必要経費と考えること。この2つを皆さんのトレードに取り入れていただくことで、トレードと楽に向き合えるようになり、収支が安定していくと思います。動画の最後には、年間200万円から1000万円を FX で稼いでみたいという方に向けて、人工知能を活用した投資システムの全容を公開しています。僕が5年で1億円達成したトレードロジックと人工知能のメリットを融合させた独自開発のシステムとなっていますので、興味のある方は動画の最後まで見ていってくださいね。公式 LINE からこんなご質問がありました。和樹先生、こんにちは。4月も終わり、トレードを振り返ってみました。勝率は6割を超えていますが、トータルで赤字でした。売り込んでいたドル円の損切りが遅れたことと、円高方向の目線を切り替えることができずにいたことは自分でも分かっています。メンタルにも来ていて、何をするにも気力が湧かず落ち込んでいます。いいアドバイスがあれば教えてください。はい、ありがとうございます。このご質問は大きく2つに整理できます。1つは勝率について、もう1つはメンタルについて。まず勝率ですが、勝率よりも損傷利大という考え方を大切にしてください。勝率はトレードにおいてこだわってしまいがちな数値ですが、1ピプス取っても勝ちは勝ちです。つまり、コツコツドカンという言葉があるように、コツコツ利を重ねてドカンとやられてしまっては意味がありません。例えば、勝率が 80% なら、100回トレードをしたら80回勝ち、20回負けることを意味します。一見すごそうに聞こえるのですが、でもその80回勝ちが1回150円の利益の積み重ねとしましょう。トータルで利益は1万2000円、残り20回の負けが毎回800円負けていたら損失は1万6000円になり、勝率 80% でもトータルマイナス4000円です。つまり勝率 80% でも資産は減っていますよね。実際、勝率を追求しようとすると、思った方向に相場が動かなかった時、大抵反転を祈ってしまいます。または、縦目決済に持ち込み、損失をゼロ、ドローにできるようにと祈ります。そして損切りが遅れ、損失は拡大してしまいます。例に出した1回800円とは、そういう数値でもあります。だから僕は、損傷利大を重視するようにしています。損失は最小に抑え、利益は伸ばすことを最も重視しています。トレードは統計的に考えることが重要です。試行回数が多いほど数字が安定してきます。自動売買システムで言えば、継続して運用を続ければ続けるほど収支は安定するという考え方です。質問者さんのように勝率が6割であれば、期待値を上げていく考え方、つまり損傷利大を実践することで利益は随分と変わってきます。次に負けたことでメンタルがやられてしまい調子を崩してしまうというご相談ですが、これは誰でもそうだということが心理学的にも証明されています。人間誰でも失うことは嫌いです。1万円を受け取る喜びよりも1万円を失う心理的ダメージの方が大きいことは、質問者さんに限ったことではありません。これは抗いようがありません。だから損切りが遅れる、嫌だ、できないという感情も理解できます。しかし、その心理を克服しなければトレードの世界ではやっていけません。気持ちを切り替える一つの考え方をお話しします。それは、負けた時は企業経営でいう経費として考えろということです。損切りはトレードの必要経費です。企業会計は売上、経費、利益と大きく分けられます。利益率 100% の会社って存在しますか？仕入れなし、ネットも使わず、事務所も持たない。これないですよね。有名な企業の利益率はネットで誰でも調べられます。マクドナルドは営業利益 10% 前後、スーパーに至っては数%の世界です。これが意味するところは、最初から9割の経費を見込んで1割の利益を取りに行くということです。仕入れや人件費など9000万円かかるけれども、1億売れば1割の1000万円が利益として残ります。トレードで言えば、月初に100万円でスタートして、売上、つまりある時点で50万円買った。その後40万円の損切りをして月末には110万円だった。同じ1割が残っています。これは立派なトレードですね。損失を心理的に嫌い落ち込む気持ちは分かりますが、それは売り上げを立てるために必要なお金です。これを客観的な一つの指標としてご自身のトレードに役立てていただくなら、プロフィットファクター PF ですねを算出しめることができます。 PF とは総利益が総損失の何倍かを示すデータです。総利益割る総損失で求められます。 2.0 以上であれば優秀です。例えば1ヶ月で100万円勝ち50万円負け、これが PF2.0 になります。この数値を定期的に算出しておくことで、どの程度の利益率になるのか、どの程度の損失が考えられるのかが具体的に分かるようになりますので、メンタルも安定しやすくなります。今日は1勝率よりも損傷利大を、2損失を必要経費として割り切る、この考え方を身につけ実践できれば月5万円稼ぐことなんて余裕です。ぜひ繰り返し動画を見ていただき徹底していただきたいと思います。人工知能を活用した FX 初心者でも毎月20万円以上の不労収入を得る手法、ここまで見てくださった皆様には無料で公開しています。興味がある方は概要欄の下にある公式 LINE から登録して受け取ってくださいね。証券会社で培ったノウハウを詰め込んだ人工知能搭載のシステムとなっており、 FX 初心者だった生徒300名以上も成果を上げています。さらにこれら特典もプレゼントします。5年で1億円達成を目指すロードマップ、初心者でもわかる FX の損切りのポイントとタイミング、 FX 税金と節税マニュアル、自動売買システムの絶対外してはいけない7つのポイント、いつまで公開するかわからないため早めに登録をしておいてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント欄へのアウトプットも忘れなく。どうもお疲れ様でした。